どうもだるいもんです。今日はちょっと神奈川県まで散歩しに来ております。そして今日の撮影機材は ZV-1 です。では今日の Vlog スタートです。今初めて知った、なんかイチゴ狩りがあるらしい。でもイチゴ狩り外だよね。行くのがめんどくさいからまあいいか。ちなみにこんなに人がいっぱいいるの初めて。いつも平日しか来てないんで、なんかすごい人なんですけど初めてだよ。ああもうなんか5月の節句の時期なんですよね。節句って言うんだったっけ。なんか早いな。なんかあそこは撮影スポットなのかな、どうなんでしょう。なんか今日本当に人がいっぱいだ。驚くほどいっぱいだ。こんなに人がいたの初めて。なんか今まで神奈川でこんな看板みたいのなかったんですけど、なんかいつの間にかできてる。この間までこんなのなかったよね。なかった。みんなくつろいでますね。さすがにこう日がいいとのんびりしたくなりますよね。そして今日も風が強いのでどうなんでしょう。まあ、でも結構マイクの近くで喋ってるから撮れてるかな。チューリップも綺麗に咲いてますね。あれこのチューリップはもしかしてフローチさんが言ってたバラによく似たチューリップってやつかな。多分そうですよね。多分それの色違いかな。さらにあそこのチューリップなんかまあ花びらの周りがなんかトゲトゲしてんのかな。なんか不思議なチューリップ。なんか奥さんがキラキラと一緒に撮ろうとしてるから撮り終わったら真似しよう。なんか動画じゃうまく撮れないな。難しい。この前のチューリップなんか花びらの周りがねトゲトゲしててなんか不思議。こんな種類のチューリップあるんですね。ちょっと人混みがすごいのでこちらの端っこの方でね、先ほど買ってきたケーキを食べたいと思います。先ほど厚木のツリーオーブンでケーキを買ってきました。まあ私は相変わらずのシュークリームなのですが、こちらいただきたいと思います。こちらのシュークリーム、よいしょ。なんか奥さんたちはなんかよくわかんないケーキを買ってきたみたいです。なんかその辺の花から取ってきたような花びらが乗っております。なんかシュークリーム美味しそうです。そして奥さんはケーキを一生懸命撮影しております。なんか一生懸命撮影してる。あれ元かしら、なんかペさんなんかもう便乗してきてるんですよね。ではシュークリームいただきます。美味しい。食いにくそう。これ取れない、取るとこずれてる。そうなの。さすがにこの辺はハスの池なので何にも生えてませんね。またねハスが出始めたら来てみたいと思います。なんかいろいろ飾り付けした花がいっぱいありますね。中もちょっと行ってみよう。ちなみにこの丸い花何これ。ああこれがあいみょんの言ってるマリーゴールドなんですか。初めて知りました。こんな花だったんだ。よいしょよいしょ。うわガタゴトガタゴト。なんか今までこんなのなかったのになんか。子供の頃好みかな、なんかね定規の端っこに切れ目入れてここの頭のところ引っ掛けてこうやってパンパンこの身を飛ばして遊んだ記憶があるな。好みかな。なんかいろいろやってますね。そんでなんか投票するみたいですね。ああでも神奈川県よりやっぱ向こうのこの間行った戸川公園の方がなんかやっぱチューリップの本数すごいな。そしてもうチューリップ終わりかけみたいですね。花が咲いちゃってますね。開いちゃってる。何なんでしょう。なんかもうパンジーだかなんかこちら辺も枯れ始めてるのかな。この辺に来ると本当なんか花の匂いがする。すごいいい匂いがします。そして奥さんはいつも通り人が撮ってることを気にせず喋りかけてきます。本当はねちょっと今日もブラックマジックを使いたかったんですけど
ちょっとね人が多すぎるからもうなんかこっちの ZV-1 でいいかなと思って小回りの利くねこっちの ZV-1 で行きました。なんか小穴っていうらしい花らしいんですけど、これも多分桜なんですよね。多分なんかこれは里桜らしいです。そしてなんかこちら里桜スマウラフゲンソウ言いにくいわ。なんか里桜もいろいろあるみたいですね。これ ZV-1 で綺麗に撮れてんのかな。この先っちょについてんのもしかしてモミジの花。モミジって花咲くの？これ花ですよね。花が咲いてる、初めて知った。なんかサルビア、名前がいっぱいありすぎてよくわかんない。サルビアレウカンサピンクアメジスト、なんかもう言いにくい、舌が回らないわ。なんかよくわからない花だな。いやー本当バラ何も咲いてない。もう時期咲くんでしょうね。これバラの時期がよく分かってない。バラが満開になった時一回も来たことないからね。花のないところには人がいないんですけど、花のあるところには人がいるんですよね。これ不思議、不思議ではないか。もうなんか本当いい季節は終わりですね。これからめちゃくちゃ暑い季節がやってきますよ。うわー考えただけでもやだわ。大山は綺麗に見えますが、今日はあいにく富士山は見えていません。うん、昨日も見えなかったんですよね、富士山。残念。さくらんぼがなってますね。さくらんぼといっても食べられるか食べられないかは知らないけど、多分食べられないと思いますけど、多分あれさくらんぼですよね。さくらんぼを綺麗に写ってるかなってよくよく考えたら、さっき ND フィルターオフにしてそのままだった。撮れてるかわからない。どうなんだこれ。ただいまより ND フィルターオンにしました。写りどうなんだろう、変わったかな。ちょっとねなんかほんとボケてるな。そしてまた撮り直す。これが ND オンの状態でのここからの風景。あちらに見えるのが大山、そして今日は富士山が見えない。さっきの画像とねちょっといる位置が違うんで比較になるかどうか分かりませんけど、とりあえず撮っとく。ここから見る鯉の部位とこの感じいい感じだけど、富士山が見えないのが残念。はあ、梅の実も育ってますね。なんか昔懐かしい。なんか昔の家ってこういうのいっぱいありましたよね。こういうのになんか昔麦茶が入ってた記憶がある。今日はね神奈川県をブラブラした感じのブログになると思います。まあ中入ってもねそんなに花が咲いてなかったんでこれと言ってなかったんですけど、中でケーキを食べてちょっとゆっくりしてぐるーっと散歩した感じです。まあこんな感じで今日のブログは終了したいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録、いいね評価、バッド評価、何でもいいんでよろしくお願いします。いやこんな感じだ。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。